ス曲を、あの気づいてよのやつをちょっと面白く今日は変えていこうかなと思います。先生、チャオベラの弱点は？チャオベラ弱点、うんとね、ちょっといろいろ動画見て研究した結果、やっぱグルーヴが足りないんではないかと思いまして、そのでもすごい綺麗なんですよ振り付けは。でみんな上手いなと思って、綺麗なんだけど、やっぱアイドルだけに顔の位置を絶対固定してこう綺麗に踊れるっていうのが、そのアイドルならではの踊り方上手いので、逆にそれを崩せたら面白いんじゃないかと思います。はい、休憩してください。始まりました、ね、うん、来てます。胸が破裂しそうですもう新しい、なんか音もパンパンパンって感じなんで、それを体で表現してるのがすごくて、今まで結構ここまでやったことなかったので、ちょっと本当に本格指導してるんだなというか、すごい体で感じてます。頑張ります。熱でも出ちゃうの時に、熱でも出ちゃうパッパッこっちに、Oh my god、 Oh my god、 熱でも出ちゃうパッパッパッシー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 ラーラーラーそうですね。でも今回多分活動してきて一番なんか最速の速さで動いたりとか、結構初めてがすごい詰まった振り付けになってる気がするので、ステップアップはすごくできそうだなと思ってます。難しいです、でもとにかく頑張ります。でもなんか向いてるダンスよね。あ、本当ですか。でもなんかウェーブとかすごい好きだし、パワフルに動くのも好きなので頑張ります。ついていくのが大変ですでもなんか曲がすごい生まれ変わったなってすごい感じるっていうか、多分見に来てくれたファンの人とか、この曲を普段聴いてた人は、あ、こんなに変わった姿が見れるんだっていうのはなんか想像したら楽しみだけど大変です頑張ります。ウェーブの基礎は上げたところを絶対下げて次を上げる、下げつつ次のこの角度を上げて、ここを次下げつつ真ん中を上げて、真ん中を下げたらここを上げて、で下げる。ああ、今プチパニックでもなんか、なんだろう、いつもとは違うそのダンサーの方の動きとかも入ってくるので、分からないとこもあるんですけど、先生が一個一個教えてくれるので、そのポイントをおさらいしながら、なんかためとかが弱いので、メリハリのあるダンスができるようになりたいなって思いました。いけそうですか。いきます、頑張ります。厳しい戦いになると思われますが、頑張ってますなんか難しそう、やっぱりちょっとできるんだ、やればできるんだけど、まだそれ以上いけてないから、もっともっと開拓したいです。でもかっこよくなると思います。前足をこうやってやってみる、はい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 、見かける Woo!
うですね、今日は普段やってるどうしよう私のあのちょっとアレンジバージョンでやったんですけど、こういつも以上にこう早くなったり遅くなったりする経験が初めてなので、音をちゃんと聞いて次回までにちゃんと復習したいなと思います。はい、なんかもうこの短時間で半端ない集中力を身につけた気がして、でもやっぱりまだまだ覚えなきゃいけないことはたくさんあるので、まあ、本番までにあとどれだけ自分で頑張れるかってとこが勝負かなと思います。はい、まあ、フリーレとしては今日が初日だったんですけど、やっぱ曲の速さに全然慣れてないっていうのもあるし、こうゆっくりだったらできるけどことをしてやるとなんかこう先生が教えてくれたポイントを逃しがちなので、ちょっと自主練して速さに慣れてもうちょっと丁寧にできるように次までに練習していきたいと思います。はい、そうですね、私の顔はこんなゆでだこみたいになるぐらいすごい本当に運動量が激しかったりするので、最近のチャオベラのライブを見に来てくれる久しぶりに来てくれた人がお、チャオベラこんな変わったんだってぐらいの驚きは多分与えられると思うので頑張っていきたいなと思います。イエーイ、頑張ります。